朝日新聞の高田と申します。よろしくお願いいたします。文化ジャパンの皆さんにお伺いします。山形というチームに持っている印象とですね、山形に入団を決めた理由についてそれぞれお聞かせください。よろしくお願いします。下村選手からお願いいたします。印象としては非常に全員サッカーっていうイメージがありまして、本当にみんなで頑張って守備をして、みんなで頑張って攻めるので、やっぱりこう落とした選手はいないかもしれないですけど、みんなでそうやって頑張るって、勝利のために走るっていう、そういう印象を持ってます。その中にこう自分も早く入り込めるように頑張りたいと思います。入団を決意した理由はオファーもらったんですけど、そりゃそうだわ。モンテディオというチームはやっぱり富さんが言ったようにすごい真面目で、すごいみんなでサッカーしてるっていうイメージがあったので、その中で僕も前線から守備したいと思いますし、休むことのないサッカーを僕もやっていきたいと思ってます。山形に決めた理由は、僕南の方の育ちなんですけど、茨城も結構田舎だったんですけど、もっと上の方にも行ってみたいなっていう、やっぱこういう機会じゃないと東北に住むこともないので、東北の地を楽しんでサッカーもしたいと思ってます。昨年山形が結構頭いいかもしれないな。굉장히열정적인팀으로생각하고있습니다。그리고한국에서도한국팬들이山形로간다니까는그팀은굉장히열정적이고그시민여러분들이굉장히응원을잘해주신다고해가지고기대하고있습니다。チームの印象はですね、すごく情熱的なチームだと思っております。韓国のサポーターたちにもですね、山形に行くっていう話をしたらですね、モンテのチームっていうのはすごく情熱的な応援サポーターがいるっていうふうに言われているんだそうです。제가한국에서그렇게잘한건없지만감독님하고단장님이되게좋게봐주셔서뽑아가지고이팀에오게됐는데한국선수들이나팬들이야마가타로간다그러면은야마가타가어딘지잘모르는분들도있었는데제가잘해가지고이몬테디오야마가타가어떤팀인지한국에많이알리도록하겠습니다。サポーターはやっぱり山形がどこにあるっていうかをよく知らないです。でも監督さんに選ばれて自分がここにいるということになったので、そういう意味でも頑張って韓国のサポーターたちに山形のことをアピールできるように頑張りたいと思います。運動戦76得点ですか。すごいですね。すごい喜ばれてます。聞かされたのはキーパーは日本一、髪型は半端ねえがね。まずドギモノが前に預かれたもんね。おすげえ。決めた理由は、チームメイトがみんなすごい温かかったんで決めました。YouTube でプレッシュートを見たんですけど、山形の印象、そう試合を見る機会があまりなかったのであまり強い印象はないんですけど、
ちょっと練習参加させてもらったり、インターネットとかでちょっと調べたりして、選手たちがすごい真面目で、監督さんも熱心で、でサポーター、多くのサポーターからも愛されているっていうのがすごい印象に残って、そこに魅力を感じて、球団も決めさせていただきました。山形の印象は、勝ちに行く姿勢が見られるいいチームだと思いました。入った理由は、サッカーに集中できる環境だと思いました。山形の印象は、守備、すごい。自分